皆さんこんばんは、クラガヌーノでーす。イエーイ。お、入ってんのこれすごい。今日は本日は電話出演でお送りしています。多分書いてるんですけど、画面 YouTube の方には、今日はライブがこの後あるので、ライブハウスから電話をつなげて出演させていただいております。よろしくお願いします。吉祥寺シャッフルナウです。で、今目の前に4人ぐらいいるんですけどファンの人が4人ぐらいいるんですけど、こんばんは。こんばんは。あ、いいじゃん、元気。うん、 OK。 で、何話そうとしてたんだっけ。あ、そう、今日はライブがあるの、ホワイトデーライブなんですね。3月14日ホワイトデーライブということで、ホワイトデーなんですけど、今日何持ってきた、みんな何持ってきた。プレゼント。ホワイトデーなんでチョコあげたやんな。お菓子いただきたいと思います。いや、ホワイトデー私あんまりもらったことないから、ちょっとあげない。バレンタインとかあんまりあげたことないから、まずもらったことないんですよね。はい、写真撮って。みんなホワイトデーって何あげたら嬉しいんだろうね。私何あげるかな。友達にチョコもらったとして返すってなったら、まあ人にあげる、人によるけど、私の一番今仲いい子にあげるとしたら、やっぱ化粧品なのかな。でもなんかどれぐらいのこうものをあげるかってよるよね。なんだろうね。男の人にあげるのはちょっと想像できないけど、男の人にあげるってなったら多分クッキーとか。でもなんかたまに、なんかこれ友達が言ってたんですけど、なんかモテる子がいたらしくて、じゃあ中学校かな、高1かな、なんか一人ね、クラスでモテる子がいて、で、まあチョコいっぱいもらって、で、みんなに、女子、もらった女子全員に全部同じネックレスをそう、あげたらしくて、なんか気まずいよね、つけれないよね。嬉しいかって言われ嬉しくはあるかもしれないけど、ちょっと全員女子でお揃いっていうのはちょっときつい。きついよね。なんでモテたんだろう、その子。ちょっとその要素からはモテるの想像できないんですけど。ね、そういうのがあります。で、今日は14でしょ。で、明日から、今日東京で、明日は、名古屋ですね。15が名古屋。16、17が大阪で、久々の遠征なんですけど、1ヶ月も空いてないかな。まあ明日から遠征で、その遠征の中で、春なんで、桜が見れるオフ会、見れるかもしれないみたいなのがあって、ファンの人とね、いろいろ見るんだけど、咲いてんのかな？微妙？どうなんだろう？ちょっと、今名古屋大阪の人見てないかな？桜咲いてますか？わかんない。今、スガッチとタッチンとタマちゃんがいるわ。東京の人だからわかんないか。でも、奄美はね、多分もう咲いてるんだよ。奄美って3月ぐらいに咲き始めるんだよ、確か。今、天気見てみようか、奄美の。ちょっと待ってよ。今、ちょうどなんか豪華客船が泊まってた。奄美の港に。奄美市。今でも15度ですね。でも今東京が11度ぐらい？ 15 度で、暖かい日は奄美はもう20度近く行きますね。20度、22度。行くから多分咲いて、いやでも寒いのかな？今年って。わかんないな。咲いてるとこは咲いてそうだけど。まあ咲いてなかったら、ね、ちょっと、インターネットとかで、桜って調べて、桜を見ながら、喋るぐらいかな。うん、東京って何日？桜系。あれ？東京の桜のっていつだっけ？ 4 月。あ、違う、オフ会があるのが。うん。20日。まだ咲かないかな、じゃあ。いつな、何月なんだろうね、普段。満開が3月28日。
3月28日。23度ぐらいかな。ぐらいかな。いや、でも早く暖かくなってほしいけどね。もう私、衣替えしちゃったんで、暖かい服も全部ほぼ直しちゃったんで、ちょっと、なるべく早く、ね、暖かくなること、祈って。祈りながら曲振りしたいと思います。って。それでは、まず1曲目、安定の、アイコンの曲、いきたいと思います。それでは聴いてください。アイコンで、螺旋の幕開け。いかお便りのコーナーえ、聞こえたかな、聞こえてないかな、聞こえてますか。今ファンの人にも一緒に行ってもらいました、それではお便りを読んでいきたいと思います。今日のお便りのテーマはうのちゃんに聞きたいことです。何でも あんまり私は NG ないので、答えられることは全部答えていきたいと思います。じゃあ最初の方に来たやつ読めますね。ラジオネーム美人アナの息子さん、ありがとうございます。黒金うなさん、こんばんは。こんばんは。21歳ということなので、すでにお酒が飲める年頃ではありますが、お酒を飲む時の何よりの楽しみといえば、やはりおつまみだと思います。黒金うなさんはお酒のおつまみでこれだけは絶対外せないというものは何かありますか？ちなみに僕が住む愛知のおすすめおつまみといえば、甘辛のタレとスパイシーな味わいが魅力の手羽先なので、ぜひご堪能ください。あ、手羽先美味しいよね、名古屋のね。あれがな、こてっちゃんだっけ、なんかあれなんだ、もつか、あれ最近よくコンビニで売ってるんで、それを買ったりとか、あと、ローソンのハラミが売ってるのね。そう、ハラミが。あれがね、あれすっごい美味しい。あれ、すっごい、普通に家でお腹空いた時に、なんかないかなと思って、ちょうど、ね、おつまみ用に買っておいた、そのハラミがあって、その時お酒飲む、予定はなかったから、普通にご飯として食べようと思って食べてたら、お酒欲しくなってきて、お酒飲んじゃった、その日。それぐらいね、結構美味しいので。まあ、味が濃い。めっちゃ濃いから、まあ、おすすめです。はい。ありがとうございます。次。ラジオネーム、黒金うのの黒金が読めなくて3年目。私、別に黒金うのになってまだ3年経ってないですけどね。ありがとうございます。宇野さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。宇野さんの髪色は今金髪ですが、次は何色に髪の毛を染めたいですか？うん、ピンクにするつもりでいます。いつかは決めてないけど、ピンクにしたいなーって。でもまだまだまだ金髪よ。でも金髪、じゃこれガチで正直ね、正直な話、金髪と黒髪どっちがいい？金髪と黒髪。どっちが好き？黒？え？二択だけ。金と黒。今金にしたけど、前黒だったでしょ？正直、どっちが好き？黒ね。黒。はい。悩んでる。金、おー。
別に今です関係なく今は別にそのあのいい返答しようとしないでガチの本音で。ガチでどっちもいい。ガチでどっちもいい。おーおーおー。え、みんなはちょっと YouTube 見よう。まあそうだよね。やばい、YouTube のコメント。黒です。黒髪。黒かな。あ、金髪確定。あ、よかったよかった。あ、黒髪です。いや、戻した方がいいかな。いや、まあ。まあ、これからね、あの、金には、あの、多分本当に私ずっと黒でやったから、まあまあ、急に金はまあ、おおって感じだと思うけど、まあ別にそれで黒が多かったからって別になんか戻すわけでもないけど。はい、ありがとうございます。次、ラジオネーム、黒金推し35年さん、ありがとうございます。宇野さん、こんばんは、こんばんは。宇野さんに質問ですが、私はお酒が弱いのですが、宇野さんのお酒の強さの秘訣ってありますか？やっぱりハブ酒ですか？いや、もう正直、お酒の強さは遺伝でしょ。普通に。私は、お父さんは、普通、お父さん知らないんだよね、強いか弱いか。多分普通。お母さんがめちゃくちゃ強いけど、お母さんは、もう昔から飲みまくって強くなった人だから、どっちかっていうと分かんないな、最初どれぐらいだったのか。私は、今はだんだん弱くなってるかな。なんか、二十歳になった当日に飲み配信をしたんだけど、その時が一番強かった気がする。でも、この前、ハブハイボールっていうのをね、一杯飲んで、その後ハブ酒をショットで二杯飲んで、で、ハイボール一杯とかかな、なんか飲んだ時はちょっと楽しくなったぐらいでした、まだ。多分まだ強い方ではある。うん、弱くはない。ハブ酒はね、30度ぐらい。30何度かな。だった気がする。うん。それぐらい。そんな高くはない。高くはない。50とかいったら高いよね。うん。わかんない。もうちょっと感覚の問題なんですけど、それは。はい。次。ラジオネーム。イケメンジジイさん、ありがとうございます。もうこれ全部、これタッチンやろ、これ。うのちゃん、こんばんは、こんばんは。今日はホワイトデーですね。ホワイトデーといえば、女の子にプレゼントを渡す日ですが、自分何を女の子にプレゼントしたら喜ばれるかわかりません。何をあげたら女の子喜びますか？なんか結構みんな柔軟剤あげがちだと思うんだけど。あ、柔軟剤じゃない、間違った。入浴剤。入浴剤あげがちだと思うんだけど、私はお風呂に浸からないタイプなんで、正直使う、あんま使わないんですね。なんだろう、まあ、無難、フレグランスとか、ルームフレグランス、ディフューザーとか。あ、無難。でも香りは好き好みがあるから、なんかホワイトリリーとか、なんかそのバニラとかなんか、ちょっと王道を選んでおけば安牌ですかね。あとはなんかボディクリームとかじゃない？まあ何個あっても困らないやつですかね。はい、ありがとうございます。次、ラジオネーム、マヨコパパさん、ありがとうございます。黒金のさん、こんばんは、こんばんは。ようやく暖かい、陽気が続き、春が来たって感じになりましたね。お変わりなくお過ごしでしょうか。21歳の宇野さんに聞きたいこと。親の立場からすれば、子供はいくつになっても子供と言いますが、黒金さんは最近お母さんやおばあちゃんから子供扱いされたり、怒られたりしたことありますか？僕は今、未だに母親と嫁さんからダブルで怒られています。でも黒金さんをはじめ、愛子の皆さんに毎日癒されてなんとか生き延びています。いつもありがとうございます。以上です。怒られたことないなぁ、うん。なんか、今になった私の方が怒ることが多いかな？お母さんとかに。ばあちゃんには、よちよちってされます。でも私もよちよちって。この前ばあちゃんから自撮り送られてきて、髪の毛切ったって言って3000円で切ったよ。私は昔からお金がかからないみたいな、なんか LINE 来て、へえ、よかったねつってやりました。可愛かったです。はい。ありがとうございます。次。ラジオネーム。宇野しんこさん、こんばんは。宇野ちゃん、こんばんは、こんばんは。宇野ちゃんの顔面偏差値の高さにビビりまくってる今日この頃です。宇野ちゃんに質問です。好きな男性のタイプは何ですか？好きな男性のタイプですか？落ち着いてる人ですかね。
落ち着いてる人。なんか、私、巨匠型なんだ。最近 MBTI の話ばっかりするんだけど、巨匠型だから、なんか相性がいいのは運動家らしいんだけど、でも、ちょっとわかんないな。なんだろうね。情緒安定してる人？じゃあ、仏みたいな。なんか、私と似てる人？でも似ててもうざいかな、自分に似てても。どうなんだろうね。好きになった人がタイプだよね。最近、奥平大賢奥、みたいな俳優さんがいるんだけど、めっちゃかっこいい。超かっこいい。すごく。見ただけね。中身知らないからなんですけど。なんか、私結構なんか B 線ってめっちゃ言われるんですけど、まあ、そんな、なんかね、顔はさ、イケメンか思うかどうか、かっこいいか思うかどうかって自分のタイプかどうかだしね。いや、好きなタイプとか言っても難しいわ。なんかな、ちゃんとしてる人。しっかりしてる人がいいね。あと、芯がある人。イライラさせない人がいい。なんか、何？みたいな。何が言いたいの？みたいなのは嫌ですね。なよなよしてる人無理。漢字のさ、三髄の、男みたいな感じの人がいいですね。まあ、そんな感じです。はい。難しいよ。みんなのタイプはどんなんな？知らん、まあ別に知らなくてもいいけど。ありがとう。なんか、もうちょいいけるかな、これ。あと一個だけ。うのちゃんに聞きたいんですが、うのの子ちょびん。ちょっと僕多分全部同じ人な気がするけど。うのちゃんこんばんは、こんばんは。今までの人生の中で一番やらかしちゃったことは何ですか？一番やらかしちゃったことは、やらかしたことか、なんだろうな。ライブでめっちゃ間違えたことかな。ライブですごいステージですごくこの前間違えたことです。はい、それでは。お便りのコーナー終わります。それでは聞いてください。アイコンで星降るキャンディー。せーの、トークテーマガチャ。急に言っちゃってごめんね。何も教えてなかったね。すいません。はい。私がね、これは、何年前だろう。1、2年前 ?2 年前ぐらいか。に、3人でラジオのコーナーをやってた時に、よくトークテーマガチャをやってたんですけど、そのトークのテーマをガチャガチャで出して、それについて喋る
ということをね、ラジオでもやってたんで、ちょっと久しぶりにやりたいと思います。ちょっと、引くよ。押す？押す？押してもらおうか？ちょっとさ、このさ、次へを押しても、ガチャガチャ今引いても、この次へを押してもらって、やばそうな質問だったらちょっと、なしで。はい。咳をしたらすぐに病気だと言われます。そんなことはないと思うのですが、どう思いますか？喘息か、ごめんなさい、いいわ、謝らなくて。喘息か、ねえ、はい。でもコロナが始まってからめっちゃ言われるようになったからね、咳してるとね、すごい変な目で見られたりとかね、するんで。まあ確かに仕方ない、それは。でもなるべく咳はしないように、私も電車の中とかでは、こう、うって死にそうになりながら咳こらえてます。はい。じゃあちょっともう一回引いて、順番に。では次。次へね。うん。人生で一番ハマったゲームを教えて。に結構あるんだよな。だってお母さんから電話かかってきた。切った今切った。ね、あのね、まあ、一番は、スプラトゥーンね。もう、中学校1年生の時から、Wii U で最初ね、スプラトゥーンって始まったんですけど、まあ、そっから買ってやりだして、まあ見事に、まあ私が引きこもりになった原因がスプラトゥーンなんですけど、見事にね、ハマっちゃって引きこもりになって。でも私結構もともと物心ついた時からゲームしてたのね。で、どっちかっていうとアニメとかその二次元とかのオタクになる前に、もうゲームオタクだったんです。まず最初にファミコンとスーファミをしてました。ファミコンとスーファミで一生ぷよぷよやってて、ぷよぷよとか、ワギャンとか、タルルートくんとか、まあ、マリオはあんまりちょっと触れてないけど、やってハマってて、そっから、その後、ちょっとゲームキューブで、ペーパーマリオとか、やったりして、で、その後、プレステ2ね、2で、あのね、三国無双にハマっちゃって、ね、これが、三国無双、本当に面白くて、ハマるんだよね。そうそうそう。で、三国無双何やって、345かな。345やってて。私一番カウンが好きなんですけど。カウンと勝共が好きですね。わかる人はわかると思うんですけど。で、その後、まあ、DS とか、3DS とかやり出して、で、Wii U Switch って感じでやってて、まあ、携帯を手に入れた時は、人狼ゲームを朝から晩まで一生チャットタイプなんだけど、もうカタカタカタってもう気が狂ってね、もう瞬きせずずっとチャット打って人狼ゲームしたりとか、あと、まあ、荒野行動ね、もう1日10時間毎日、仰向きになりながら、ずっとやってたりとか、する、廃人のような生活を送ってました。それぐらいですかね、ハマったゲームは。いっぱいありますよ。あと、たまごっちのピチピチお店っちもやってた。はい。じゃあ次、どうぞ、次へ。あ、ちょっと広告、ちょっと待って、はい。これ、もう一回。あ、すみません。これ。うん。OK。好きだったけど冷めた。それは彼のどんな行動が原因？あ、なんか、質問系？好きだけだったけど冷める瞬間か。なんだろう。あ、くちゃら。めっちゃ食べ方汚いとか。うん、なんか食べ方が汚いとか、ご飯粒、お茶碗に死ぬほどご飯粒残ってんのにごちそうさまするとか。あれないよね。あれ、みたいな。ごちそうさまじゃないやんって思うよね。それかな。いや、これ一番だわ。これやった時点ない。みんなご飯粒ちゃんと最後まで一粒残さず食べるようにしてください。はい、次最後。てててーん。好きなテレビドラマを教えてください。今までで一番好きなテレビドラマなんだろう。あ、でもあなたの番ですとか面白かったな。あなたの番ですと、あと、
ドラマか。映画じゃダメだもんね。ドラマだもんね。あー、逃げ恥とか？逃げ恥死んだもん、私。私、星野源好きなんですけど、逃げ恥はちょっともう、うわーってな、中学生ながらにあの時は死にましたね。はい。あの時は、うぶでした。はい。ちょっと、ちゃんとね、今来てる4人分、トークテーマガチャしたんで、ここら辺で終わりたいと思います。いい？終わります。ありがとうございました。以上、トークテーマガチャのコーナーでした。おー、ありがとう。すごい、いっぱいいるみたいだね。はい。では、エンディングですね。もう25分になっちゃった。早いな。まあ、この後、これ放送されるかな？リアタイでツイキャスで。ホワイトデーライブって。されますかね？かやちゃん。ホワイトデーライブって再放送じゃない。ツイキャスで生放送されますか？あ、じゃあ、皆さん、何分からだっけ？ 7 時？この後、そろそろですね、ツイキャスで。19時45分から、はい、東谷るいさんからホワイトデーライブの、放送がございますので、よかったらご覧ください。ね。じゃあちょっと YouTube のコメント見るわ。あ、そうだそうだ、ゲームの話、そう、白猫プロジェクトもめっちゃハマってたわ。やってた。知ってる？白猫プロジェクト。もう、これはね、鬼課金した。本当に。多分一番課金したゲームは荒野行動で。あ、でも、あれもやってたわ。アメーバピグ。うわ、懐かしい。アメーバピグもやってた。もうね、終わっちゃってね。パソコン版がすごい悲しいんですけど、いつか復活してほしいですけどね。うん、やってました。おじさんたちがやってたゲーム。まあそうだね。三国無双とかとおじさんがやってたゲームか。うん、メロンパンの車もドラマ。あ、ドラマは、あれだわ。ミュー404。知ってる？ミュー404っていうね、まあ、警察系のドラマなんですけど、星野源と綾野剛がダブル主演のドラマなんですけど、いや、超面白いよ。菅田将暉も出てるよ。超面白いよ。これはニヤニヤしちゃう、終始ニヤニヤしちゃうドラマですね。うん、それで私コウノドリだっけ、コウノドリだっけ。これも源さん出てるんですけど。ちょ、これ見てないですよね。ちょっと見ないとって思いながら、ちょっと長そうで見てないんですけど。かな、ドラマだと。よく知ってるね。すごい、本当だ。ピクミンは、ちょっとあんまやってない。ピクミンはちょっとやったことはあるけど、途中で積んだからやってない。なんか、王道系あんまりやらない。飽きちゃう、途中で。ですかね。まあ、今はずっとスプラトゥーンをやってますよ、夜な夜な。王道か。スプラトゥーンは王道か。でもほら、古参だから。古参、初期からやってるね。初期からやってる割には全然上手くないんですけど。はい。そんな感じで、どうもお時間になるのでね。皆さん、今日はちょっと映像はなかったですけれども、また、あ、でも来週は映像は多分あると思うので、私じゃないですけど、ぜひ、毎回チェックよろしくお願いします。ということで、今週も聞いてくれてありがとうございました。現場もありがとうございます。またお願いします。それでは最後は、私の、推しメンちゃんの、歌を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。望月ゆるかで、飛燕歌。